はい、今からガツを切っていきます。外側の赤い部分は先に切って使いました。漢字肉にするのに使いました。で、今から切るやつは オリーブオイル、ニンニクなんかで煮ていく料理なんですけど、個人的に何て言うのか忘れちゃいました。個人的にじゃないな、何言ってるか分かりへん、錯乱してるな。はい、ガツ、芯の部分ですね、比較的柔らかい部分を切りました。で、これをフライパンですね、フライパンに入れます。で、塩コショウしていきます。面倒なのが嫌いなんで、ついこういうやり方してしまいます。で、ピーマンですね。で、色目で赤いトマトがあればいいんですけど、今日はないので、あり合わせで作っているので、まあ男の一人者の還暦前のおっさんの家庭料理なんてこんなもんですが、で、これにニンニクとオリーブオイルを入れて煮ていきます。じゃあ一旦切ります。はい、オリーブオイル、ニンニク、ニンニクの香りをつけたオリーブオイルで、ピーマンと豚ガツの真ん中ぐらいですね、柔らかい部分を煮ています。なんていう料理名やったかな、ちょっとボケてるみたいですね。これ作ろうと思って今日、まあ、やってるんやけど、まあ、初めてですからね。動画投稿は何度かやってるんですけど、全部ダイエットで撮りっぱなしで、編集なんかもしないで、体重の食べる前が何キロ、食べた後が何キロで、食べたもんがこんだけっていうのを紹介するだけのブログをずっとやってたので、こうやって改めて料理をして見てもらうっていうのが初めてなんで、さすがにちょっと焦ってるかもしれません。まあ、焦ってるんですね。6、IH の6でこれぐらいなので、もうちょっと下げて、1でしばらく煮ます。ニンニクの香り、ピーマンの香りなんかがつけばいいなっていう感じですね。はい、完成です。これで完成です。もうちょっとね、色目のある赤いトマトとか、パプリカでも赤のパプリカ使った方が良かったですかね。赤と黄色と緑のパプリカを使って色目を良くした方が良かったかもしれません。これで完成です。手慣れない初日に撮った3つの料理なので、全然手慣れてなくて申し訳ないんですけど、高評価はともかくお気に入りを入れていただけると助かります。だんだん上手になっていくつもりですので、ご期待願えればと思います。
よろしくお願いします。